その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちはそうは捨て、死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。ああ、そうだ、そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。いいえ。そうか、ならば後で嗅いでみるとよい。かすかだが何やら香りが残っておるように思う。巫女様、香炉の残りが嗅いでみました。おお、そうか、どうじゃった。はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おお、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。
赤炉か。これは。ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時に赤炉、極めたか。まだ足りぬわ、赤炉よ。さらに切れ。
狼殿、よくぞ参られました。ではまた。
you
様、源の香の花手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは？流飲の巫女の血。つまり、私の血だ。九郎様の血。ですが、それは流れぬはず。ああ。流飲の巫女とは、そうしたものだ。だが、源一郎殿の居室で、タケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かに、そなたの言う通りかもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに流飲の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流飲の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。おお、狼よ、新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは源の香を求めた者が記した書物じゃ。香気を放つ石が祀られた村があるそうだ。ですがそのような村聞いたことがありません。村はアシナの底にあると書かれているな。月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかりません。うん、確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何かわかったか。不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん、試しにやってみぬか。不思議りは本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れませぬ。香を焚く、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。戦況に至るための香集めも進んできたな。
狼よ、引き続き頼むぞ。好機を放つ石が祀られた村が月見、そもしだが、わかりま、おも、床桜は枯れ、残っておらぬか。はい、ですが、うし、も先に、ぎょ、行くか、狼よ、頼んだぞ。